今回は、主人公ナルト、生まれた瞬間に父の教え子に殺されかける、について読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。生まれた瞬間に殺されかけてたのか。しかも父親の教え子にな。九尾は最後に入れなきゃいけんのに、なんでこん時取りに来たんだ。後回しにして、もう少し港に、幸せ味合わせてやってもよかったやん。無限つくよみの世界にも、連れて行ってやりゃいいやん。うちは、おびとなのか？こういうのは、まだらの指示じゃないからな。タイミングもやり口も、おびとが決めたことだよね。偶然いい情報が手に入ったからね。おびとにとっては、もう現実には価値がないからしょうがない。おびとの悪用すべてを、まだらのせいにするには無理があるわな。間接的ながら両親の仇でもある。直接対決時のナルトは、憎しみを乗り越えた後だったから、あまり触れなかったが、気づいたらそれはそれで、面倒くさいこと言いそうなんだよな、オビト。マダラよりやらかしひどいし、だからかマダラのが人気あるな。マダラが闇落ち仕組みさえしなければ、こうなってないんだから、マダラのせいにしていいよ。最後に自分を取り戻したオビトは、もろもろ自分のせいだと思ってるけどさ、この場面の偽マダラの、この子、呼びが個人的にツボ、本物だと絶対こんな呼び方しないし、抱っこの仕方丁寧で、闇落ち原因の凛の死に方だって、あの時代の忍びの世界には、ままある悲劇だしな、実際カカシは里抜けすらせず耐えたわけだし、港も教え子二人犠牲になっても、前向きなままで家庭築いたし、火影になったしまあある悲劇だろうな。レアではあるけど、作中もっときっつい目に遭ってる。キャラいるからオビトばっか。かわいそかわいそ扱いされるのは不思議。どうでもいいけど抱き方丁寧だな。すべてをオビトの責任にするには、マダラの影響がでかすぎるけど、すべてをマダラのせいにするには、オビト自身が自分で考えて、犯した罪がでかすぎるんだよな。まあ闇落ちして、うちはを滅ぼすのにも手を貸して、改心してるコナンを殺めて、対戦引き起こすのはさすがにな。オビトのせいで死んだ人たちの、人生はそこで終わりで、無限つくよみだってかからないわけだから。人質にする前に首が座ってない子供を、乱暴な扱いはできないからね。里で九尾を大暴れさせたのも、まず里には忍びですらない、一般人もいるからな。暁は全滅したし、コナンは長といなくなった後、改心してたけどな。キュービを操って、里めちゃくちゃにしなくても、美獣集められただろうしな。てかキュービは金閣銀閣で代用できるっていう。悪いことしても、道場くらいいいんじゃない？キサメとかめっちゃされてるよ。オビト以外の暁は言うて、無理にかばわれてるの見たことないわ。そのキサメはオビトがおもちゃにした、霧隠れの犠牲なんだよな。極論で会話しだすと何にもならん。凛をカカシが殺さざるを得なかったことに絶望した挙句、マダラとして振る舞うことを強要された。自殺が禁じられた。そして無限つくよみというわかりやすい、救済が提示されたっていう、いかに現実に価値がないかを、自分に教え込まないといけないだろう。凄み方してるからな。偽マダラの時も、随所でいい人ぶりが出てるって。話違和感あんだよな。寝返るまでは、一貫して悪になってたと思うわ。マダラならそんなことしない。マダラはいちいちもっと性格悪い、からの、性格がいい、くらいの話で、悪役としての思想とかは、当然ある話だからな。あれは、一番ひどい目にあったやつが、そのまま一番悪いやつになるほど、世界単純ではないと思うが、オビトにそもそもそうなる素質は、あったんだと思うわ。だが原因ではある。オビトがいなかったら、あんなことにはならなかったんだし。闇がなければ作ってやればいいの言葉通り、マダラと絶に目をつけられた時点で、もう避けようがなかったのは事実。それでもやったことの罪が大きすぎるのは、本人もかぐや戦で散々言っているからな。オビトは加害者の面も、被害者の面もどちらもでかかったで、済む話しなんじゃ？まあそれはオビトに限らない話だけど、ジュイン札心臓に仕込まれてたのと、リンのあれはマダラの仕込みだったこととか、あのまま死んでた方が、英雄で入れたって点は気の毒だけど、
やらかしもそれなりにでかいし、やらかしの大半がまだらしごなことや、いい歳になってからやったこと考えたら、被害者かわいそうっていうには、おびと自身の問題なのでは、って面も大きすぎるし、まだらもおびとも、実際やったかは別に受けた、ダメージのデカさも目指した思考というか、やらかしのひどさは大差ないと思ってるけど、まだらは迷いがないし、やったことはすべて自分で決着つける、潔さがあるのに対して、おびとはやるだけやっといて、被害者意識が抜けない、往生際の悪さが、もやっとするのが、好感度の差に繋がってるな自分は。闇落ちするのには理由があるし、闇落ちしないのも理由があると思ってる。基本的には複合要因だよ。凛殺しでおびとが闇落ちしたのは、おびとには凛たち以外、希望になるものがなかった。自分は何もできない場面だった無力感。元来の現実逃避的傾向からだと思う。カカシがしなかったのは、カカシにはその後も帰れる里や、支えてくれる仲間がいたから、自分の放った術だったという、責任感と当事者意識、この前から大事な人の死を、何度か経験していて、耐性できてたのとベースが、理性的だから当たりかなと思ってる。どっちがマシかはともかく、内浜だら、という仮面を、被らないとやってられなくて、自分を思い出した途端に、いろんなところにボロ出たおびとと、俺は内浜だらだ、と言いながらどんな悪用もやってきたまだらじゃ、罪悪感の取り扱いもそや全く違うわ。耐えれるかかしと、耐えられないおびとには、火影の器の有無の差を感じるわ。それを言ったらまだらのやらかしは、すべて黒舌のせいやんけ。そうはならんでしょ。まだらは潔いしかっこいいから好きだな。他に希望や支えを持ててたかも。結局カカシとオビトの器の違いに入るしな。カカシは凛以前に、父親をとんでもない形で失ってるし。オビトは好きでもないけど、オビトに起こったことは、よくあるとかカカシは耐えれたのに、オビトはダメだとか言われると、ちょ待てよってなる。オビトに起こったことは、かなり特殊だし、カカシが耐えれたのは、カカシがすごかっただけで、オビトがしょぼかったわけではない。って反論になる。オビトはそもそも死んだと思われている人間だし、周囲にいるのはクロゼツとかそんなんだぞ。カカシすごいよな。やっぱほかげになれるやつは違うわ。ガイがいるのも、カカシの能力や振る舞いの結果だし。ほかげの器がないからって、イコールダメではないだろ。オビトは仲間を見捨てるのが忍びなら、そんな忍び世界ぶっ壊してやる。って気概持ってたし、ほかげになれてたら、いいほかげになったろうにな。そういう規定を壊すことも、辞さない改革派の思想が、最悪の方向に発揮されたよな。カカシはどん底の時に、オビトに救われたのがでかい。目と石を託されてるから、それが全部とは言えないがカカシを繋いでた。オビトはサスケを失ったナルトだから、よくオビトはあんなことがなければ、ほかげになれたよねって言われてるけど、マダラと会わなきゃそもそも実力不足だし、元から忍び社会をぶっ壊すとか、不用意に言う不安定さがあったから、そうは見えないんだよな。成長してもマダラと会えないなら、平均的なウチハになれたらいいとこレベルじゃね？時空間忍術への適性高いし、師である港は、時空間忍術である平井真の術の、エキスパートだしな。まあ最悪な方に成長しちゃったのが、本編なわけだがあの時点だと、言うほどダメダメとは思わないな。機械も無視生活の時は、結構前向きに努力できてたわけだし、オビトはマダラがいなかったら、任務で命落として成長する機会も、なかったし、万華鏡を仮にゲットできても、柱間細胞なしなら反動踏み倒せないからな。どっかのタイミングで、万華鏡開眼したらそれだけでも、相当な武器になるし、何よりも13歳以降の人生を、里でたくさんの人に囲まれて成長していくなら、他の人で会えるかもしれんしな。抱っこの仕方優しいな。というか、おびとが落っこちてきたのまでは、まだら介入してないから、まだらいなかったら死んで終わってた。13歳の時点だと、ナルトだってほかげの器としては、未熟もいいとこだし、さすがに13歳から、一切心身ともに成長しない前提で、ほかげの器かどうか決めるのは、酷じゃね？
マダラよろしくシャリンガンで操ればいい戦力だから、出産時に奪えたらお得のノリだと思うよ。オビトを使わない当初のマダラの作戦って、何だったんだろう。長戸をうまく誘導するとしても、クロゼツだけだとむずくね。この葉の戦力削って、パワーバランス崩すのが目的かと。キュービが欲しいのなら赤子ナルトを、手に入れた時点でノルマは達成してる。長戸結構弱っていたし、クロゼツが支配したら、簡単にリンネ転生していたんじゃないかな。もっと言うとクロゼツからしたら、オビトだろうと長戸だろうと、極端な話ナルトやサスケだろうと、無限つくよみさえしてくれれば、ゲームクリアだからマダラも、自分に都合のいい情報を、自分の分身たるクロゼツに聞かされて、すっかりその気になっていたんだろう。とりあえず首の座っていない、赤子を投げちゃダメだよ。それだけでオビトは殺すに値する。地味に港やクシナより、先にナルトを抱っこして、高い高い起爆札してるんだよね。死にかけてマダラに幽閉されて、数ヶ月間リンやカカシだけを心の支え、生きる理由にしてたからな。当時のオビトにとって、世界の全てに等しかったと考えると、落ちるのも仕方ない気がする。落ちた後のことはオビトの責任だけど、ペインも半蔵の関係者を、赤子に至るまで殺さなければ、少しは印象が変わったんだけど、子供や赤子殺しはどうしても危機感があるな。港の子供だから、少し情が出ちゃったのかもしれないな。嫌だったら最初からこんなことするなよお前。真面目に考えたらクシナの人生悲惨すぎるわ。馴染みない他所の里に、人中力にされるためにやられて、しばらくしたらふるさと滅んで、結婚して子供できたけど、産んだ日に自分は死ななきゃいけない。しかも旦那まで一緒に死んで、孤児にしてしまうの分かってる中死亡。悲惨すぎるだろ。皆さんは、主人公ナルト、生まれた瞬間に父の教え子に殺されかける、についてどう思いましたか？コメント欄で教えてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。